元広劇場は、かつて、福岡県福岡市博多区上をご副町にあった劇場。映画館。1920年12月12日会場。小倉落としは、中村千尺座頭の大歌舞伎の公演。九州最大の劇場と言われ、戦後は、九州随一の劇場となり、歌舞伎、宝塚歌劇、商業演劇の興行が行われた。1953年。 松尾国産が経営に乗り出し、石本菊次が設計した桃山風の建物に改築。その豪奢な外観から九州の歌舞伎座と呼ばれたが、立地条件の問題や、娯楽が映画やテレビに移り演劇工業が衰退、1960年代半ばには映画館に転校した。最晩年は、東映系のカバン戦艦となり、成人映画と薬ザ映画を組み合わせた。 番組編成で営業していたが、1972年3月20日をもって営業を取りやめ、翌月に劇場は取り壊された。跡地は長らく駐車場として使用された後、2003年4月に地上13階建てのマンション、コアマンションルネスゴ副長が竣工し、現在に至る、元広劇場で公演を行った東京左翼劇場、佐々木隆丸と、と君安。 杉本良吉、源選、山本安枝。AB、コアマンションルネス五副長。中古マンションライブラリー。東急リバブル。2016年5月11日閲覧。参戦下の後から再スタート。石本菊次年譜石本建築事務所。2016年5月11日閲覧。子供も大人も楽しめるアインシュタインの宇宙。 サイエンスクエア救急集大学物理学教室2016年5月11日閲覧ありがとうございます。